ンポン。待って、新シリーズ始まるよ。待て。え、新シリーズってここに漫画って書いてあるけど、お前絵描けるっけ？もちろん描けますよ。早速あかりちゃんを描いてみました。見せてみ。はい。よくこれを満面の笑みで披露したな。うん、これはピカソ。脳みそ弾けてんのかてめえ。まあまあ描いてればそのうち上手くなるって。前途多難やな。第1話、絵が描けない。漫画としてありえないタイトルがいきなり来た。私、ゆすきゆかり。自分のことを先生だと思っている一般生徒よ。これから友達のあかりちゃんと一緒に魔王を倒す旅に出る。待て。はい、ママ。誰が生だしばくぞ。とりあえずあれや。なんで一コマ目でキャラが溶けてんの？え、難しい。ねえ、こら。自分でやるって言ったんやからしっかりやり。とりあえずあれや。練習しろ、練習。私、ゆすきゆかり。自分のことを先生だと思っている一般生。待てこら。はい。変わってねえじゃねえか。何言ってるんですか？よーく見てください。ん？目だけすげえ上達してる。いえ、バランス悪すぎんだよ。全体的に上手くなれや。ドヤ顔やめろ、こら。ドヤ。イラスト屋で埋め尽くしてる感出すのやめろ。ドヤ。実写背景にしても何もごまかせていませんが。ドヤ。少女漫画かな。その一言だけで一晩で法隆寺建てられちゃうよ。ふざけたこと抜かしてるとしばくぞ。うわー。ドヤ。おう、ええやん。でも下がちょっと上手く描けなくて。上手い下手以前に完全な棒じゃねえか。本体やもんな。次回はちゃんと書き。あれ、メガネ書こうと思ったらペンタブが反応しない。壊れたかな。でも新しいの買うと高いしな。ちょっと失踪の準備し始めんのやめろ。